恐怖機動ビグザム。ジオン軍が築いた宇宙要塞ソロモン、その攻略が連邦軍の目的であった。おとりとなったホワイトベースはジオンを撹乱するため月へ向かうコースを取る。その途上、陽動のためサイド6へ入港。そこでアムロはララースンという少女に遭遇する。一羽の白鳥が力尽き湖に落ちるところをララーは痛ましげに見つめていた。あ、すいません、突然。あの鳥のこと好きだったんですか？美しいものが嫌いな人がいるのかしら。あ、いや、あの、僕の聞きたいのはそういうことじゃなくて。綺麗な目をしているのね。不思議な好感からララーに惹かれるアムロ。しかし次にララーと再会した時、そのそばにいたのは宿命のライバル、シャーであった。アムロ・レイです。ん？アムロ・レイ？アムロ・レイ、不思議と知っているような名前だな。そう、知っている。僕はあなたを知っている。私はシャア・アズナブル。ご覧の通り軍人だ。ここは中立サイドだ。敵の士官と会ったからといってそこまで固くなることはない。サイド6を出港したホワイトベースをドズル配下のコンスコン艦隊が襲撃する。この戦いはサイド6でテレビ中継され、シャアとララーもその様子を見ていた。白いモビルスーツが勝つわ。ん？ガンダムは映っていないはずだが。わかるわ。そのために大佐は私のような女を拾ってくださったんでしょ。ララーは賢いな。そういう言い方嫌いです、大人っぽくって。そうだな、気をつけよう。ララーの言う通り、アムロは12機のリックドムをわずか3分で撃墜し、コンスコン艦隊を壊滅させる。ニュータイプとしてララーと同等かそれ以上の覚醒を見せるアムロに、シャアは深く脅威を覚えるのだった。体制に取り込まれたニュータイプが私の敵となっているのは面白くない。それは私のザビ家打倒を阻むものとなる。その頃、連邦の目標がソロモンであることをジオンもようやく察知していた。ソロモンを守るドズルは援軍を要請するが、ギレンはソロモンに重きを置いていなかった。ビグザムを送っておいたはずだ。ビグザム一気で 2,3 個師団の戦力になる。戦いは数だよ兄貴。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。結局アバーワークやグラナダから十分な援軍が来着することはなかった。ドズルは出撃前に妻ゼナと娘ミネバの元を訪れ、退避カプセルへ避難させる。このソロモンが落ちるものか。万一だ。万一のことを考えても、ようやくにも手に入れたミネバのためにも負けるかよ。おとりの役目を終えたホワイトベースもソロモン攻略戦に参戦する。そこにはジャブローで補充パイロットとして配属されたスレッガーローの姿もあった。スレッガーは自身の無事を思って涙してくれたミライに母の形見の指輪を託して出撃する。お袋の形見の指輪、
空でなくしたら大変だ。あんたが預かっといてくれよ。連邦軍には切り札となる新兵器ソーラシステムの用意があった。数に勝る連邦軍の優位は揺るぎないかに見えた。冗談じゃない。たったこれだけじゃ死にに行くようなもんじゃないか。大丈夫ですよ、カイさん。少しの間耐えればいい。ソーラシステムが使えるまでだ。スレッガー注意は例の作戦をお願いします。くれんだよ。スレッガーさん、早い早いよ。注意の作戦いかんでシステムの出力が変わる。しっかり守れよ、アムロ。やるな、注意。これでシステムも 100% パワーだ。ああ、くそ、こんなところで一人で死ねるかよ。車線上から引け、来るぞ。ソロモンが焼かれている。あれが連邦軍の新兵器の威力なのか。何事だ。侵入口を開かれただと。残ったモビルスーツを戻させろ。ソロモンの水際で敵を殲滅する。交代するのか。悔しいな。僕だけこんなんで情けないよ。何言ってるの、ケイト。立派よ、あなただって。アムロと僕の何が違うっていうんだ。僕はアムロに勝ちたい。ハヤト、アムロは違うわ。あの人は私たちとは違うのよ。ゼナはいるか。ミネバを取る。強い子に育ててくれ。私はザビ家の伝統を作る軍人だ。死にはせん。行け、ミネバと共に。ビグザムの用意はどうか。決戦はこれからである。Thank you.
ザムは主力艦隊に突破する。各兵は脱出せよ。無駄死にはするな。ビグザムが量産の暁には連邦謎あっという間に叩いてみせる。化け物だ。化け物？確かめてやる。じゃ、どうしますか。くれんなよ、アムロ総長。やらないじゃないの。ガンダムちゃん、しっかり面倒見てよ。でやっ、悲しいけどこれ戦争なのよね。下か、対空防御。まだまだ。ソロモンが落ちると、道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやる。こんな何だ、たかが一機のモビルスーツ、このビグザムはやらせるか。やらせませんぞ、貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせません。俺がいる限りはやらせはせんぞ。な、何者なんだ。なんだ。
ソロモン陥落、地球連邦軍はジオン本国侵攻へ向けて大きな足がかりを得た。しかしそのために払った代償にホワイトベースは深い悲しみに包まれていた。誰だって死ぬんだよ。ソロモン失冠と弟ドズルの死にも議連は動じず、連邦軍との決戦準備を進める。その姿に皇后デギンは沿線感を強めていた。